手つかずチャンネルにお越しいただきましてありがとうございます。プヌシの手つかずちゃんです。前回の予告通り、東急東横線、目黒線の玉川駅で、副都心線との直通運転開始後の、様子を、撮影しに行きました。まあ、それまでは日比谷線との直通運転、東急東横線と日比谷線直通運転したんですけれども、で新たに渋谷駅が地下の方に、移動っていうか、まあ、地下ホームになって、副都心線と直通運転をするようになって、で、まあ、以前は東急東横線の列車も線形とか、メトロの03系とか、まあ、目黒線は除きますけれども、まあ、副都心線開始直通運転開始してから結構、直通してくる列車の、車種が増えてきて、結構取り上げたいがあったなっていう感じでしたね。まあ、画面で分かる通りホームも有料対応になってて、で、まあ、行き先も結構、昔と比べて結構多種多彩になって、やっぱり東武線方面とか西武線方面とか、あとまあ稀に、渋谷止まりの列車もいたりとかするんですけど、まあ、新宿三丁目行きとかそういうのがあって、結構、以前と比べたら結構その行き先とかそういうのも結構複雑化してるなっていう印象はありました。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回は東急東横線、目黒線、玉川駅で、副都心線との直通運転開始後の様子をお届けしてまいりました。この他にもですね、元住吉の駅で撮影したりとか、横浜駅で撮影したりとかするし、その映像もあるんですけれども、ね、まあ、それも、まあ、いずれ再編集して、お届けしてまいりたいと思います。で、まあ、まだ全然まだ、再編集してや、流そうとしてる映像も結構あるんで まあ、それもちょっと順次、再編集して、まあ、できれば自分の声出しとかできればできて、いけたらいいなというふうには思っております。まだ、まあ、2011年11月に撮影した東急田園都市線とかもあるんでね、結構まだ結構溜まってるんで、まあ、これからちょっと、まあ、自分のペースで、編集して、お届けできたらいいなというふうには思っております。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。久留野市の鉄カルちゃんでした。